ご無沙汰、ご無沙汰、サメ。お帰りなさい、サメ。お帰りなさい、サメ。イタリアからご無沙汰。サメじゃねえか。サメでございますね。2ヶ月ぶりのご無沙汰でございますね。いや、サメよ。祝賀でございます。はい。らしいな。はい、来ましたよ。はい。そうです、ダメです。どうも、タメです。あれ、そんなんだっけ。どうも、あのタメです。そんなんはタメです。あ、どうも、よろしくお願いします。2ヶ月ぶりのご無沙汰でございますけどもね。はい。タメさん、いや、何前回も来たよな。はい。アジャルウィーク。あ、そうか。2回連続でよろしくお願いします。はい、なんでタメなんだよ。今日はね、はい。もう春日さんをね、喜ばせるためにね。やっぱ、そうそう。はい、春日が、やっぱり一番好きなのは今、タメなんじゃないかっていうことで。いや、これはね、ちょっとね、嬉しいね。嬉しい。本当ですか？いや、正直、だから、その、若林さんね、はい、すごい言ってたからね、振りもなんか大事にしてるみたいなこと言ってたからさ、はい、なんか、おいっていうね、誰なんだよとか、知らないモノマネタレントの人とかさ、キサラでも会ったことねえわ、みたいな、はいはいはい、おいっていう方を、はいはい、ちょっとまあ、なんとなく考えてたのよ。はいはいはい、普通にタメで嬉しいもんね。いや、そうですよ。でも嬉しい。タメいやいや、嬉しいですよ。嬉しい。タメのビジュアル見てください、ガセさん。これ、何だいぶ気合入ってるね。だから、まあ、まあ、いわゆる色眼鏡をかけてる。どうタメですか何色なのそれ。これ、入ってるよね。あ、いやいや、これ。サングラスグラデーション、はい。ちょっとグラデーション入れて。ちょっと青っぽい。そうです。2ヶ月成長しましたんでね、私も。はい。もう、うさんくせ。2ヶ月の。はい。こういうやつが主催してるライブ、ろくなことだからどうも、どうもシアター D で、よろしくお願いいたします、ね。はい。知り合いばかり呼んでね、企画 で、終わった後打ち上げして、最悪だこのゴシップ雑誌の記者みたいな。そうですよ、今日はだからもう、うさくさいね。いっぱいゴシップをね、また今日も用意させていただいておりますので、ね、やっぱり、カスヤさん、ゴシップは、体の疲れ取れる。いや、もう、寝てなくても平気だよね、次は。ありがとうございます。まあ、それを思い出して疲れて落ちるときに、はい、ああ、そういえばあのゴシップ、夢があるゴシップが多いから。夢があるですね、私は。はい、はいはい、はい。その代表にね、なった時も、やっぱり、LINE でおめでとうって言いましたし、ね、祝福ゴシップも、そう。送らせていただきます。祝福ゴシップってあるの、はい、そうですよ、はい。そう、だから帰ってきた時も送ってくれたかな、LINE で、ね。そうですね、そう。そうです、そうです。で、やっぱりその、ご褒美ゴシップお願いします、みたいな、はい。こっちからも頼む立場で、私。そうですよ。はい、したらまさかこんなに早くね。そうですよ、週末。会えると思う。はい、週末。小出しにしないとね。そうですね、まあ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 。まあもったいぶってね。まあ、まあ今日もね、今日もやっていただきたいと思います。はい、ある、でも、前回そこそこのゴシップいただいちゃってるよ。まあまあ強めのね、ゴシップ言いましたけども。で、そんなに時間も経ってないでしょ。そうなんですよ。うん、ただね、そう、前回は前回で、ね、ちょっとリスナーさんもね、ちょっとね、ヒントが少なすぎて、なかなかちょっと、難しい部分もあったらしいので、はいはいはい、今日はですね、ちょっともうちょっとせめて、上にイニシャルトークなんかもしていきたい。それ大丈夫だそうですね、はいはいはい。大丈夫なのタメの身は安全なのいや、もう僕はもう本当に春日さんのためだったらもう死んでもいいですから。いつ死んでもタメよ、おい。死んでも構いませんよ。もったいないよ、それは。いやいやいや、それはもう春日さん。大丈夫それ、はい。大丈夫、大丈夫です。じゃああれだぜ、逆にさ、はい、そのイニシャルトークってか、ちょっとその、わかりやすくなるわけでしょ。わかりやすくなります。ゴシップの質がちょっと落ちてんじゃないのいや、ゴシップ。安全なゴシップを流すとか、そういうことないのゴシップの質は落ちてはございません。ダメ、お前、はい、引っ越したら仕事落ち着き始めたらしいよ。やだ、いやいや、そうなのいやいや、それそれ、まあまあまあ。ドア軽くしたら。都内に引っ越したら仕事が落ち着き始めた。お前、方向が悪かったしね。普通は増えると思ったらね。どこ引っ越したのいや、まあまあ、ちょっとあの、梅ヶ丘っていうところに。あ、それ言うんだ。ちょっと、梅ヶ丘って。ちょっと待ってください、ゆずが。いや、でもそこがいいじゃん。ちゃんと人のゴシップ言う代わりに、自分の情報も出すって、ね。まあまあ自分の身を削りながらも、はい、情報をいただいてるんで、ね。最新のタメゴシップないのな。タメゴシップですか自分ゴシップはないのね。梅ヶ丘に引っ越しただけね。うん、いや、そう。減ってるらしいのよ。えなんか家にいる時間が長いから、やっぱ LINE も増えるぞ、お前に。そうです。いや、ほんとそうですよ。はい。家でずっと料理してるんですか、僕。最近料理が。最新ゴシップ。最新ゴシップ。家で料理をしてる。タメは家で料理をしてる。それ大丈夫か言ったよ、お前。危ない危ない危ない。ほんとか、それ。書き込み禁止ですよ、リスナーの皆さん。そうか、それは。
さあ、ということで、春日さんへのご褒美ということで、タメが。はい。タメが来ましたからね。早速、ちょっと、タメ越し。そうですね、はい。お願いしていいですか。2ヶ月前よりこうやってちょっとね、アグレッシブにね、行きたいとね。うん、行こう行こう行こう。アグレッシブをね。アグレッシップ。タメのアグレッシップをちょっと。アグレッシブ、アグレッシップ、アグレッシブ。アグレッシブ。なんかもう、ゴシップじゃないよ、はい、そうですか。アグレッシップ。あんま攻めすぎない。一応ほら、うちのね、番組っていう。そこは大丈夫です。もう、そこはもうちゃんと考えてきてますんで。大丈夫。はい。お願いしますよ。これはですね、芸人さんのお話なんです。芸人。じゃあいいね。はい、芸人さん。芸人さんの話。いや、いいじゃない。最初にしたい。人気お笑い芸人、うん人気お笑いコンビの、大野圭さんの話なんですけど。大野圭、ちょっと待って。はい、コンビで大野。人気お笑いコンビの大野。で、K さんですね。こちらの。オリラジは K いないしな。オリラジ？オリラジってなんか。オジンオズボン。王の K さんの。オードリー。はいはいはい。の K さんのゴシップの話なんですけどもね。はい。いいよ。まあ基本的にこの人っていうのはですね、まあとにかく損をしたくないというか、もうケチンボで。ケチなの。はい。で、まあ自分のまあ財産を削られるのが嫌だと。はいはい。今日そういうスタイルの方なんですね。うん。で、まあ、いろんな方がちょっと僕、話を、足で稼ぎまして。やっぱり稼ぐ。はいはい。まあ、足で稼ぐためなんでね。例えばですね、元 K ダッシュの、後輩芸人の愛さんとか、あとはですね、K ダッシュ ?K ダッシュの、元 K ダッシュの愛さんとか、あとは、あと、T パチオードリーの、D の、そうですね、D の、M さんですか？あ、M さんね。M さん。あ、あと S4 のダウンタウンとか。もうやってらっしゃるからね。その方にもちょっといろいろ話を聞いて。M ちゃんだね。M ちゃんですね。はい。大柄な M ちゃんですね。大柄な M ちゃんからちょっとね、いろいろ聞いた話なんですけども。まあまあ結構その飲み会を普段やるらしいんですけども、その店選びですね。基本的な店選び。基本的にはですね、飲み放題、食べ放題。これかマストですね。やっぱり。これマストですね。大野圭さん。大野圭はですね、飲み放題。あ、そうですね。英語表記だと A の K さんですね。そうだね。英語表記だと A の K。わかるわかる。よく間違えられる。そうですね。日本語だと O の K。で、飲み会は飲み放題、食べ放題、マスト。で、まあ、さらにクーポンが使える店だったら、もう O の K 大好物です。あ、コンパとかでも。ああ、もう大好物なんですね。でね、まあ、そのお店を選んで、お店入るじゃないですか。で、しばらくちょっと、座って落ち着いて、それ店員さんにクーポンをこう見せるんですね。の系は、で、大野系クーポンを見せたらですね、まあ、たまたまその日が、まあ、土日とか、すごい忙しい日で、そのクーポン使えませんよって言われちゃったんですね。そしたら、大野系、その店、出ます。嘘でしょ？その店出ます。一回座ったのよ。一回座っておいて、水が出てます。はい。水を一口飲んでクーポン出して、その店出ます。水泥棒じゃん。水泥棒です。北斗の拳に出てくる。大野拳は水泥棒。はい。キャッハーの人じゃん。そうです。はい。もう若林さん、本当その通りです。はい。怖っ。怖いんですよ。とんでもない怖さです。びっくりします。そんで、まだ一からお店を探して、もう1時間ぐらいお店を探して、なんとか飲み会に入るという。めんどくさ。こういうめんどくせえ、こういう A の、O の K だね。O の K。O の K、まあこれがもうベースゴシップですかね。まあなるほどね。ベースゴシップね。これがベースゴシップです。うわちょっとこれまあ名前はさすがに言えないんですけど。そうそう、本当この話でも。本人が嘘ついてない限り、本当です。はい、これそうです。本人が嘘ついてない限り本当ですね。本当なの？それで。本当だよ。おい、タメ！はい。おい、ちょっと飼い犬に手噛まれたな。いや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 、飼い犬だったの？飼い犬だよ。まずそれがびっくりだけど。がっちりもうね、大野圭さん。チェーンで繋いでたのに。そうなんです。はい。おい、そんなのケチだな。いや、そんなのいらないんだよ。まあまあ、でもこれはまあ本当にベースのベーシックなやつですよ。
あの、M グッチャも来て、うん、来てますよ、今日。なんでいるんだよ。初めてじゃない来たの。初めて来て。何しに来たんだよ。あの男忙しいはずだろ。二人会うのは、あの、花火大会以来じゃない、うん、いや、そんなに。エムグッちゃんが女に凍ったビールを。そうそう、泡のね、フローズン生を。フローズン生フローズン生並んでた。そう、あの人。あれだよね、うん、レスラーのフローズン生だよね。フローズン生だろ。フローズン生、選手が。ねえ。入った神宮にいたよ。そうなんですよ。情報入ってる。情報はもうバンバン入ってますね。いや、そんなのいらないの。ちゃんとしたの。そうなんだ。そうなんですよ。未だに、まあまあ、でも、イメージ通りだなと思いながら。ただ、あと、その、男同士で飲むときは、まあ、そういうとこを使うんですけども、女性がいると、またちょっとね、王の刑また違うんですよ。それはモテなすでしょ、女性モテなす。王の刑の話はいいだろ。王の刑はですね。なんで続けんだ、そのライン。王の刑、女、女性の方と飲むときはですね、常に、カラオケスタートです。カラオケですね。しょっぱなカラオケスタートダッシュ。うん、はい。うん、これ、王の刑ですね。で、まあ、王の刑にはもうほんととても都合がいいんですよね、うん、カラオケっていうのは。まあまあ、個室だし、はい、まあ、こじんまりして、いろいろできる。それで何よりも、王の刑が大好きな飲み放題があると。もう全部完璧なんだ。完璧なんですよ。個室だし。飲み放があるぞと。王の刑も飲み放題って言っときゃもうすぐ行っちゃうんですよ。飲み放題ありますよ。うん。バカなんですよ。バカなんですよ。バカなんですよ。王の刑はバカです。言い過ぎだろ。飲み放題ありますよ。おー、行く行くっす。ほんとバカなんだけど。いい加減さ、もうお金使ってほしいけどね。そうなんですよ。だから夢がないなっていう僕の中では。夢がない、夢がない。もう人気芸人さんなんでね。それで、まあまたですね、まあ、王の刑はですね、まあカラオケ入るんですけども、すぐ女の子呼ばないです。なんでなぜか、なぜ女の子をもう呼ばないのかって言ったらですね、王の刑、女の子を呼ぶ1時間前に入ります。え一時間前に入るんですね。うん。それなぜ一時間前に入るか。うん。王の刑。うん。ミスチル練習します。ため気持ち悪いなぁ。やめろよ、ため本当に。出せんすよ。王の刑。ミスチル。出せんすよね。そう、お前のなんか視界入れてくるんですよ。あ、そうそうそう。王の刑の、もうミスチル練習して、喉パッカー開きます。喉パッカー開いて、ミスチルとスピッツ練習します。そうなんですね。王の刑が M と S を練習する。そうですね。M と S を練習する。何の曲練習するの何の曲練習するの ?Yes, Tomorrow Never Knows. はいはい。スピッツは、その空を飛べ、空を飛ぶ。もう空も飛べるはず。チェリーとか。チェリー、一節聞かせてよ、じゃあ。君は、ふんふんふん。知らねえのかよ、お前。全然大坪さん笑ってる。待ってくれ、大坪くん。これはね、これはもう正直に笑ってほしいよ。こんなこと言うの恥ずかしいけど。だから結構喉パッカ開いて、で、基本は原曲キーの4つ下げですね。声低い。声低いな。原曲キーの4つ下げ。出ないのよ。音の低い。声低い。もうさ、4つ下げるようなやつが練習すんだよ。どうでもいいよ、もう。4つ下げなきゃないから練習するんじゃないかよ、それは。いいよ、多分。もうそんならじゃなくてさ。あ、すいません。もっとなんか俳優さんとか女優さんとか。いやいや、まあまあ、まだまだあるんですよ。だから、喉ばっかり開いて、でも、M チルとかね。そこはいいだろ、もう言ってんだからさ。言ったらさ、歌うんですけども、他にも最近、レパートリーが増えたらしくて、最近ですね、意外と、ももクロ歌ってそうです。嘘。いや、この情報は聞いたことない。これはちょっと。やめろよ。これ、若林さん、ご存知でした？やめろよ、言うなよ。ももクロ意外と歌、しかも、あの、メジャーなその、怪盗少女、行くぜ怪盗少女とか、結構メジャーな曲があるんです。そういうとこ歌わずに、結構渋い、あの、さらば愛しき悲しみたちをっていう、あの、布袋さんが作った曲とか、結構何曲か知ってらっしゃるんですね。それを歌ってにもかかわらず、表に出さない。こういうダセーとこがあるぞっていう。え、な、え、何お、え、ちょ、聞いて、電話して聞いてみた方がいいかな。誰王の刑に。王の刑に電話して聞く何わけわかんないこと言ってんの何わけわかんないこと言ってんのえ聞かなくてもいいよ、王の刑に。そうですね、確認。え、それ何ももクロ好きなのま、好きだね。何今の何今のやりとりだね。好き。いつから好きなの？いつからだろうね。いつからだろう。いつからぐらいだ？
結構前から。なんでさ、ももクロ、2年くらい好きなの、お前も。え、ちょっと待って。2年ちょっと電話してみようかな。誰に電話すんだ。出るかもしれない。じゃあ、俺、王の K、分かったから。はい。だから、別に、声だけ、あれすればいいでしょ、だって。うん。ほうほう。声だけ。ああ。そう？王の K。聞いてみたらいいじゃん。確認はした方がいいかもしれない。ちょっと電話してみよう、王の K。ちょっと。俺、番号知ってるから。大野K の番号知ってんだよ。はいはい。ちょっと聞いてみるね、俺。はい。6349。おー、ちょっと待って待って待って。最後の一つだけだろ、数字って。いや、それを言っちゃうとさ、ほら。かかる前に言っちゃうとあれ出ない。出ないぞ。あれ大野家俺が思ってる人と違うのかな。あれ違うな。あれもしもしもし。もしもし。もしもし。はい。ちょっと一つ聞きたいことがあるんだけども。おお、何モノノフですか？モノノフ。いや、そんなんいらないです。切られた。でも俺今、加藤さん初めて、こう、携帯が目の前にあって電話ガチャ切りしたから、初めてガチャ切りの音を聞いた。ちょい遅れで。時間差が、こうなってるんだ。あ、そう、モノノフ。モノノフらしいんですね。ちょっと、歌、ちょっと一節聞かしてよ。サラバなんとかの。サラバ、どんなあんま知らないんだ。あんまわかんないんだよ。練習してる段階だから。誰推しなのよ、モノノフとして。うん、アーリン。アーリン推し。あー、好きそう、好きそう。そうわかるわかる。うん。ピンクの。いや、それは初だね。あ、本当聞いたことない。うん。結構これもう、足で稼いだ情報なんですね。うん。そうね、やっぱりその、好きだ。タメもそうか。タメも、まあ、そうですね、一応。モノノフ。モノノフなので。それがもうバーンって言っちゃったから、まあ、後から言い出せないみたいなさ。いや、でも言ってくれたら、そういう、大野圭さんにはもう親切にもう、教えるつもりではいたんですけども、こういう形でしてしまったんで、なかなかちょっとなんか恥ずかしいのかな、みたいな感じなんですけども。なるほどね。でもいいよ、その大野圭の話は。大野圭さんはすごいです。前回みたいなやつくれよ。全、いやいや、結構、だから僕はパンチのあるやつ用意してますから、本当に。そんなパンチ。だからそのカラオケもあれですよね、本番では女の子がいる状態では、大野家は自分で曲入れないんですよね。うん。どういうことでしょう。大野家は、大野家は自分で曲入れないんですよ。なんで？それで、まあその場にいた、その、D の M さんに、はいはい。M ぐっちゃんね。M ぐっちゃんさんに、まあ強引に曲を入れて、いやいや、大野家が歌って。つって。ああ。それはまあ前回そのね、ラジオとかでも言われてた。流れがあるんだ、そういうパッケージがあるんですよね。で、大野家、いろんなパッケージがあるらしくて、その飲み会で、なんか大野家突然カバンから、鳥のささみの燻製を出して、おい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 、食べ！おもむろに食べ始めるっていうくだりがあるんですね。カバンから鳥のささみ出して。筋肉のためにね。筋肉のために。それで、まあ後輩芸人の愛さんが、まあそれ何ですかって聞かなきゃいけないです。マストで聞かなきゃいけないらしくて。何それ。それで聞かなきゃいけなくて、それ何やってんですか、春日さん。あ、ケイさん。おい、待て待て、おい、食べ！おい、お前なの？いや、ちょっと待って。それはルール違反だぞ。あ、そうそうそう。今日イニシャルトークで行くって言ったじゃないかよ。いやいや、ケイさん、ケイさんです。ケイさんですね。うん。おい、そこを、こう、外したら。あ、失礼します。信頼失うぞ。すいません、すいません、すいません。この関してはね、すいません、申し訳ない。頼むぞ。すいません、申し訳ない。イニシャルで行けよ、イニシャル。大野ケイさんですね。大野ケイが。大野ケイさんが、まあまあ、その、ささみ食って、それ何ですか？何やってるんですか？つったら、まあ、今、ボディービルやってるから。つって、それでその後、女の子に筋肉を触らせるっていう。なるほど。その流れに一連の流れが食べなくてもいいもんね、別に。そうなんですよ。あと持ち込み禁止のとこで食べてんのは、本当ちょっと、いや、まずいね、これは。いやいや、持ち込みは大事。持ち込みは OK のとこだから。本当それ。本当本当本当、そこはね。いや、俺は、持ち込みダメなところで、持ち込んでると思うんだよね、お前が。
いや、それはね、持ち込んでないの。エムグッちゃんがほら。エムグッちゃん。フローズン生が。フローズン生選手。うん。うん。持ち込んでるぞ、この野郎って言ってるよ、ほら。持ち込んでる。リングサイドから。リングサイドから。エプロンからなんだ、この野郎。入ってこい、この野郎。エプロンから吠えやがって、この野郎。それで触られたいんだ。そうです、もう触らせる。筋肉は、そうしたら、そうしたいんだね。そう、そんな流れがあるらしいですね。エロ親父だよ、普通に、ね。エロ親父。いや、エロ親父で言ったら、その合コンとかも、うん、終盤に差し掛かったら、うん、まあ、その気に入った女の子に、うん、膝枕を。うん、嘘あ、そうですよ。オーケーさん。オーノケ膝枕って分かってんの？オーノケ膝枕。おいおい、食べよ。気に入った女の子の。なんなんだ、なんだその遊び方。そうですよ。膝枕を。ダセそうです、基本ダセですよ。うん。なんかさ、そうさ、うん。うん。そう、酔ったふりして、その、酔ったふりして膝枕。膝枕でも、もう、計算ですから、それで動けなくさせるんですね。ああ、膝を押さえるんだ。膝を押さえて、うん、それで後輩の愛さんに、うん、大事な先輩だから、あとは頼むね、っていうふうに女の子に言って、間やんね。間やんですよ。おい、アイダヤン。アイダヤンさんに。アイダヤンさん。アイダヤン先生にその、マスのフレーズを言わせて、みんなを帰らせるっていう、そういう一連の、パッケージがあるらしいんですよ。じゃないよ。結構だな、結構じゃ、その何、何、うん、その、どうなの、膝枕してからみんな帰ったらどうなるのよ。いや、どうなんの、いや、もう、いやいや、それはね。ちょっとさ、うん、マジの話さ、うん、その、合コンで持ち帰って、で、うん、その挿入するまでの話全部聞かせてくれない。全部聞かせてくれない。もう一部描写も忠実に。いやいや、それはもうこれでちょっと。こっちの方でこれはそれはこれで。オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。ちょっと大野家が、はい、モノノフで、まあ、膝枕、はい、っていうところまでね、そうですね、はい、大野家の話いいじゃない。大野家は、はい、そうですね、膝枕、うん、まあまあでも女性に対して、うん、まあ最近ちょいちょい昼なんです見てるとか、うん、明日ヒルナンデスだからさとか、やたらヒルナンデスに出てること自慢する。いやいや、大野圭は、はい、H ナンデスで、H ナンデス、そうですね。け、ケーツ役してないよ。その活躍をすごい、なんか、言うらしいですよ、最近は。はい、全然活躍してないよ。あ、そうなんですか。あ、うん、まあね。うん、そこをなんかすごい見てほしいっていうか、まあ見てほしいんだ、それを。なんかそういう。ライブ感があるらしいから、やっぱりね。生放送だし。やっぱ聞くんですか、そういう風に言った方が。まあ言った方がというか、その、うん、なんかその、距離が近くなるじゃない。うんうん、それでね、生だしさ。ああ、生、うん。生を見てる。その瞬間に同じさ、ものを見てる。そう、距離がね。うん、いや、王の K の話はいいのよ。王の K の話。他のやつ頼むわ。そうですか。まあまあ、うん、でも、じゃあ人気お笑いコンビ。うん。王の K さんの話なんですけど。今のじゃあは何のじゃあ、はい、なんですけども。はい。無駄遣いするなよ、じゃあ。まあまあ、そうですね。まあ、タクシー乗るじゃないですか、うん、普通、はいはいはい。まあまあ、普通のレッコーさんなんで、はいはい、タクシー乗って、はいはい、降りる寸前に、メーターが上がったら、うん、そこでは降りずに、うん、だいぶ進ませてから降りる。何それ。ちょっと怖いんですよ。え、だって家が遠くなるでしょ。お、ちょっと、だからもう家まで、直前までお願いしますって言って、それで家直前です。メーターが上がったら、うん、家通り越して、うん、だいぶ進んでから降りる。それ何それ。いや、そこがちょっとわからないんですよ。うん、誰、どういう義務なの。おだから、それは、次、大野圭って言ったら、だから、それは。ああ、しまったー、バレる。騙された、はめられた。バレちゃう、バレちゃう。まだわかんないやつの方が、うん、このラジオのリスナーだと多いだろうから。そんな程度なの。リスナー。バカばっかりだから。
誰だろう、大野家。大野家。いっぱい調べてね。はい、だから、それはね、はい、一応っていうか、その、降りる、まあ、自分の家だろうが、目的地だろうが、はい、降りるところまで、そのメーターをこう見てるわけよ。はい、で、ジャストで降りられれば一番いいけど、はい、あの減るじゃん。3つぐらいのさ、だからその、料金上がる表示に。あれを見て、うん、最後の1のところで、運転手さんに声かけてんのに、うん、その、止めるのが遅かったりとかね。あする場合があるのよ。うん、基本的には、そう。上がる、で家の手前で止めたら上がるなら。上がるなら、うん、その、あるじゃない。次の3つ使い切れないなと、うん。上がるならメーター止めよう。上がるなら、メーター止めよう、タクシー乗車。下手だな。それも行き過ぎたね、やっぱり。行き過ぎたね、だいぶ、奥行ってから降りた。戻んなっけ、うん、うん。で、遅くなるからね。もう下打ちするらしいんですよ。だからもう超えたら。めっちゃ怒ってるらしいですよね。だから大野家は。いや、それは、ちょっとよくわかんないわ。でもなんか、お前のケチさの、何かを象徴してるな、その話な。そうなんですよ。自分が不便でも奥まで行こうってことになるんだな。うん、はい、怖いんですよね。だからそこ怖いね、それ。怖いね。だ怖いシリーズだと、もう一つ、そのさっきの。いや、もういいんだ、大野家。あの、大野家。あの、カラオケでですね、うん、まあ、飲み放題があるじゃないですか。うんうん、それで、まあ、値段、あの、とにかく、値段が高いものを注文しろと、うん、あの、その場にいる人に強要するらしいんですよ。だから例えば、その、普通に緑茶ハイを頼もうとしても、それやめろって。うん、もう、蜂蜜何々サワーを頼めと。もう、そういう、もう、ちょっと、単価が高いものを頼ませるんですね。ああ、そういうことね。単価のことか。うん、そうです、そうです、そうです。だからもうだからそのな、飲み放題の中だったら別に何頼んでもいいじゃないですか。うん、それをもう強要するらしいんですよ。じゃあせっかくだ、自分以外の人にも、そうしてほしいんだ、うんうん。やっぱそうだね。うん。そのせっかく飲み放題なんだから、うん、その中で一番ね、単品で頼んだら、うんうんうん、いい値段するやつを、高いやつを頼まないと。損だろ？怖い。怖いんですよ。ね、だから、その時に、ウーロン茶とかを、うん、頼む女がいたら、うん、その女はもうなしらしいです。もう緊張しちゃうじゃん。緊張しちゃうんですよ。で、わかんない。普通の人にはどこが切れせんか。そうなんですよ。とんでもない、もう、わかんないですよね。あ、そう。もう、わからないですよ。怖い。とても怖い。大野家。大野家怖え。大野家怖いんですよ。うん。大野家怖いわ。いいよ。あと、うん、あ、これってなんだよ。あれですね、あの、うん、人気芸人のですね、うん、大野家なんですけども。なんで正しい登場人物。大野家なんですけども、ね。違う人かもしれない。同じだよ、うん。違う人かもしれない。他に誰がいんだよ。え、大野家って他に誰がいるの出してみろよ。大野家の話なんですけども。見えたのかそのさっき言ってた、あの、M ぐっちゃんさんと、はいはいはい、結構あの、旅行をね、はい、二人で行くらしいんですけども、うん、まあ、とにかくケチでつまんないらしいんですよ、その旅行が。ケチがゆえにつまらない。ケチがゆえにつまらない。とんでもなくつまらないらしいですよね。やめろ。でも、それはもう、王の刑は、もうプライドはありますし、うん、プライド高いんで、もうケチだと思われたくないから、うん、あの、ことあるごとに、うん、税の極みだなって言って、うん、その、一緒に行ってる人を勘違いする。すり込むんだ。すり込む。そう。勘違いさせる。そう。もう麻痺させるんですね。うん。すり込むよ、ね。あなた、税の極みをしてるんですよっていう。それで税の極みだなって言うんだ。なんか。自分の旅行肯定するんですよね。ああ。だから、それをうすうす、なんか気づくから、うん、聞かされてる方は、うるせえなって思うんだね。そうです、そうです。だからそこがつまんないに繋がるんですけども。つまんないんだ。つまんないらしいです。で、一回なんかその下呂温泉にね、うん、行った時の話なんですけども、うん、足湯に使って、うん、缶ビールを飲んで、うん、税の極みだなって言った。いや、税の極みだろうが、足湯缶ビールは。いや、それは Z の K じゃないよ。ゼもうこれは、いや、税の極みでいいだろ。なんで一回出たやつを。出る前に隠せよ。あんまり直はまずいよ、税の極み。税の極みいいだろ、別によ。いやいや、一回ごとになって、本当に。出店になるわけじゃないですか。言うごとに。
ならないよ、普通の言葉だろ。だからもう本当だ、エムグッチャンさんも、うん、結構だからもうつまんないし。つまんない。旅行がつまんないって最悪だよな。そうそれで、うん、なんとかその旅行でもなんかハプニングとか、うん、なんか面白いエピソードとか生まれたらそれそれでいいじゃないですか。うん、そのハプニングとかも起こそうとしないし、うん、その起こる行動、うん、起こるような場所に行こうとしないらしいんですよ。どういうこと？だからその、うん、言ってしまえばその、うん、こういうね、ラジオとか番組とかで、もちろんもちろん。そのエピソードトークとして話せる種になるじゃないですか。欲しいよね。そういうのを埋もうとしない。埋ませようとしない。それでいて、実際現場に来たら、フリートークねえんだよなとか言うから、そこがムカつくって言ってなんかこう、歯切れ悪いよね、うん、その芸人。そうなんですよ。だから、大野系って売れねえんだよな。待って待って待って。大野系、そうなんですよ。そうなんですよ。らしいですよ。だから、結構な、もう、そういうのは直した方がいいんじゃないですかっていう。それは直した方がいいんじゃない？じゃあ、その、まあ、ゴシップも含めた、その、クレームというか、まあ、そっちを直してほしいところっていうところで、なんか。自分だけならいいけどね、やっぱり。やっぱ楽しい。アイダヤンとかね。うんうんうん、ぐっちゃんとかはちょっとね、はい、思うわけだよ、それは。まあ、一緒に何かやるんだったらまあね、うん、楽しい方がいいもんな。楽しい方がいいです。うん、うんうん、だからその、うん、W バイスさんと行くときはすごい楽しいって言ってました、だから。ああ、M ぐっちゃんが。M ぐっちゃんさんは。いや、だって普通のことしてるのに、グアム行ったんだけど、はいはい、すごい楽しい、楽しいって言ってたもん。普段どんな目に遭ってんだろうなって普通の場所行ってるだけなんだけどね。いやいや、なんかタクシーなんか乗らしてくんないよって言ってた。そうなんですか。大野圭は、大野圭は、ああ、もう台湾でタクシー乗らなくて足の裏の皮ズルズルになった。確かにね、確かにそうだったらしいよ。いやいや、かなりだからしんどい、歩くし、うん、電車乗るしね。それがやらしいですよ。もう嫌だって言ってました。昨日もクジラさんに聞いたんだけど、大野圭はゴルフ行っても絶対キャディーさんつけないなって。え？お金かかるでしょ、キャディーさんって。かかるかかるかかるよ。だからもうボールをみんな血まなこになって探さなきゃいけない。長引いちゃって後ろ使えちゃってって。そういうのはあるらしいです。いいのよ、それはさ。あと、そうですね。まだあるのかい？芸人の大野圭なんですけども。うんうん、これ誰だ？いいよ。なんか誰だって。ファッションについてなんですけども。あるな。大体ファッションって大野圭さんのもらい物らしいんですね。ファンの方からもらう。うん、まあまあ、そのファンの方がもらってきてるっていうのも、まあ、出せって言われても、なんかそのファンからもらったからっていう。まだ予防線張ってるっていう。ああ、そういう噂があるんだ。そういう噂があるんですけども。だからその、ある時、真っ白なシャツに、シャツに、フード付きのパーカーを着てて、それで、まあ、フード被っちゃうんですけどね、その大野圭は。大野圭さ、必ずフード被るんだよ。そうです。だから多分それももったいないと思って。なんでね、多分。フード使うから。フード使わなきゃもったいないっていう精神なんですね。いや、でもね。彼の考えでしょ。でもそれは理解できるわ。いや、でも今までのタクシーの理論から言うと。ついてるから使っちゃおうっていう、そういう感覚ですね。あ、それでつけてんの？はい、そうです。なんか本当に、一旦ベンチに下がったマイケル・ジョーダンみたいなフードの被り方で、名古屋の駅歩いてたりするんだよね。まあ、かっこいいと思います。笑ってんじゃねえぞ、多分。そうです。笑ってんじゃねえぞ。そうです。後ろにふんずる返って笑ってる場合じゃないんだよ。壊れねえかな、その椅子。背もたれの部分は悔しいね。そうなんですよ。まあ、白シャツに、まあ、そのパーカーを着て、かぶって。で、エムグちゃんさんはそれ見て、養蜂場見てだな、つって。それなんかすごいいじったらしいです。はいはい、かぶってるから。かぶってるよね。そしたら、それ以来着てないらしい。気にしてんじゃねえよ。気にしてんじゃねえよ。ダッセンっすよ、だからもう、いろいろちっちゃいというか。ちっちゃいよね。ちっちゃいっすよ。エピソードが。そんな飛ぶっすよ。それもなんかね、マスターズでね、イタリアの選手だから、もっと大きくいてほしいけどね。そうなんですよ。だからその、例えばその、エムグッチャンさんが家でね、AV を、大野圭の AV を、DVD をですね、3本借りたらしいんですよ。そしたら、3日後に、早く返してくれっていう。3日後に?3日後に、すぐに。いや、だって3枚くらいでしょ？
もう取らねえよ。そうなんですよ。いやいや、絶対取るでしょ、それは。いや、何ですか、それは。絶対3日だ。大丈夫、人間そういうもんなんだよ。3日ぐらいならさ、貸さなけりゃいいじゃん。3日ぐらいで返してっていうなら。それ返して、それ、うん、それ高いレンタル屋じゃねえんだから。今、どこだって1週間借りれるぞ。いや、1週間は長い。絶対忘れるから。いやいや、3日だったら忘れんだから、人は。けど、今、スケールが基本的にちょっと小さいっていうか。いや、そんなことよりさ、お前さ、うん、その、何人セックスしてんの？何の話なんだよ。いや、そのなんかコンパとかキャバクラで遊んでさ、でもさ、そのさ、何人やって、セックスできてんの？そのコンパして。じゃあ、コンパ何回中、大体でいいよ、はっきり覚えて。何回中何回、そういう大人の関係があったからだけ、ちょっと、お前じゃないやつのゴシップ話すみたいに話して。王の件はってちょっと話して。いやね、あるんですよ、私もゴシップが。聞かしてよ。カススポ。カススポ。カススポ。とんでもなさそうだな。カススポあるの。あのね、お笑いコンビのね、大野家いるじゃないですか。誰だ、大野家。ああ、まあまあまあ、あんま考えない。に、の、ついてのね、まあ、ゴシップなんですけど、結構ね、いわゆる女子とね、飲んで、合コンをね、いわゆる、結構するんだ。結構するらしいんだけど。で、まぁ、結構深い時間からするらしいんだけどね。その方がなんか、手っ取り早いっつって。いろいろ挟まなくていいからね。夜から挟まなくていいから、遅い時間だと向こうもそこそこ飲んだりとかしてる場合が多いから、そっからがいいっつって、だいたい開始がもう1位とか、それぐらいのやつをやってるらしいのよ。どうやら。で、まあなんだろうな、だいたいやることは毎回決まってるんだけどさ。さっきね、タメが言ったようなことを。で、まあ、どのぐらいだ、回数が。そこそこやってるらしいのよ。もう、ここ何年も。通算で言ったら50回、5、60回行ってんじゃない？ 5、60回コンパしてんだ。あくまでも噂だからね。本人だってね、わざわざその、つけてるわけじゃないよ。ジェームス・ミキじゃないんだからさ。つけてるわけじゃないのよ。別に。いや、そこ名前伏せない。あ、そこ？ J。あ、J はJだから。アルファベットの J だから。J、ムスミキだから。ごめんごめん。そうよ。これは俺が気づかなかった。J、ムスミキじゃないんだから。5、60回やってる。5、60回はやってるなら通算で言ったらもっとやってるかもしれない。で、これがまた、ねえ、毎回毎回いけるわけじゃないらしいのよ。それは。それでもそうじゃない。ね。5、60回、まあやって、結果、10回ぐらい。リアルな話らしいね。リアルな話だ。どうやら。そのぐらいだろうな。噂よ。オードリーのオールナイトニッポン。ちょっとタメスポが火を吹いてますけど。はい、ありがとうございます。もうないよね。さすがに、大野家、ゴシップは。他のよ、他の。大野家ゴシップ以外でですか？以外がいいよ。違う人に頼むよ、そう、それよ。今すごい活躍中の、芸人コンビ、大野家の話。誰だ？大野家。待て待て、見出しを変えてるだけじゃねえか。大野家の話。登場人物みんな一緒だろ。そうですね、大野家の話なんですけども。まあちょっと戻るんですけども、基本的に飲み会がもう1時、てっぺん、公演の1時ぐらいに集合して、まあ女性も呼ぶんですけども、基本的にまあタクシー代は出さないんですよ。でもその終電もなくなってるのに、まあもう来れる人を呼んで、それでタクシー代をもう自分で自腹で出させる。自腹なの？自腹で出させる。来る時も？来る時も。で、途中での終電、始発前に終わる時も、タクシー代は出しませんし、基本は。で、タクシー代を背びる女は基本的にはなしだと。へぇー。そういう。呼ぶのにね。そうですよ、はい。だウーロン茶とタクシー代の NG なんで。向こうも、でもさ、それを言ってはいないからさ、タクシーで呼ばれて行ったはいいけど、タクシー代一向にもらわないなって思ってるだろうね。いや、思ってます。でも言えないじゃないですか、やっぱ自分からは。確かに確かに。でも、やっぱ基本的にそういう女性も結構多いんで、だから、
二人で飲むことが結構あるらしいんですけども、うん、その M グッチャンさんと、うん、はいはいはい、はい、で結局二人で飲むときは、まあね、シャバゾーナイトだなっつって何それ、うん、今日はシャバナイト、今日はシャバナイシャバナイだなっつって、何シャバナイ、シャバナイ、どういう意味それ、まあなんかまあシャバイ、まあ、ビーバップ。あービーバップ、うん、シャバい。シャバゾーン。もうシャバ、もう本当にもうしょうもない。ダッサい飲み会だな、今日はみたいな。シャバゾーン。今日は、うん。で、今日はシャバないだな、つって。二人で、杯を、ね、酒を、お酒を交わすらしいですよ。はい。それはシャバないっていう。シャバないっていうらしいですよ。いや、うん、あるらしいんですよ。へ、うん、まあね。そうですね。まあ、ね、うん。そんなにもう今日の。王の K はもうないでしょ。王の K は。もういいだろう。ちょっととりあえず一旦置いといて、ね。ああ、もうそうだな。すいません。そうですね。うん、最近すごい、テレビとか、レギュラーもいっぱいある。うんうん、芸人の王の K の話なんですけども、はい、大和教授か王の K、 王の K、 いや、それは大和教授じゃん K は大和教授ってこと、うん、いや、もう芸人さんじゃないしね、王の K の話なんですけども、うんうん、大和教授じゃないよ、王の K の大和教授しか王と K いないから、うん、いやいや、ちょっと他にいるだろう、これ以上はちょっと言えないんですけども、はい、王の K の話、王の K の話なんですけども、あの最近ですね、あの、ディーキディーキキャンプの、エスミスさんから、ちょっと、聞いたお話なんです。ディーキディーキキャンプ。なんだよ、ディーキディーキ。ディーキディーキキャンプの、はい、はい、エスキーの構成作家でも、はい、やってらっしゃる。スッキリって何、はい、ディーキディーキキャンプの、エスミスさんから聞いた話なんですけども、王の K、最近土地を見に行ってるそうです。いや、これはビッグボシップ。ビッグボシップ。ビッグボシップ。はい。エスミツ、おい。最近土地を見に行ってそう。いや、ビーキーでだね。ビーキディーキのエスミツ。頼むよ。土地を見に行ってる。土地を見に行ってるそうなんですよ。電話で聞いてみようかな。ああ、いやいや、電話はまだ深いよ、時間が。ちょっと、ディーキディーキ、ちょっといいですか？あ、たまたまいたんで。たまたま言わせて、あ、ちょっと。いや、もういいだろうが。ビースの方に入ってきちゃう。どうも。ディーキディーキキャンプの。エスミツです。最近なんか、ムツゴロウさんね、俺。ムツゴロウさんじゃないですよ。ムツゴロウさんじゃないですよ。帽子かぶってますけどね。ムツゴロウさんじゃないですよ。メガネして帽子かぶってます。動物は好きですけどね。そうよ。いや、それよりよ。ムツゴロウは置いといて。大野圭ね。大野圭。いや、大野圭が、実家が、ティコロザワにあるんですよ。で、実家近くの土地がいくつか空いたみたいで、最近ね、実家に帰った土地を見てる。おい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 。エスミツよ。でも、家建てる気なの？いや、わかんないけど、でも、いつのタイミングで買えば得かっていうのをずーっとこう、測ってるらしい。ちょっとね、それはさ、どういうことなの、カスガ。おい、いや、カスガって呼んだだけじゃない。そうか。え、どう思う？お前はどう思う？今の話。そうだね。ちょっと気な臭いね。いや、そんなこと聞いてねえ。別に気な臭いかどうか、内容聞いてない。いや、だからなんか狙ってんだろうなって思うよね。積むのかな、その、大野系は。いや、住むのか建てるのか。え、だってそしたら、ティコロザワから通うことになるでしょ、うん、だから、あれなんじゃない？うん。私思うに、やっぱりその、相場を、見て、うん、ティコロザワの。うん。それがいわゆる、まあ、底根じゃないけど、うん。その、ティコロザワより遠くには住む予定がないんだ、多分ね。あ、ラインになってんだ。そう。で、そこで、この、上がってくるわけ、東京、あ、だから、T 京に、こう、徐々に、それこそ田無とかさ、清瀬とかさ。それは普通に言うな。お前、イニシャルトーク下手だな、ね、いろいろこう、石神公園とかこう上がってきて。西武線らへんは言うんだろ。あの辺別に隠す必要ねえからさ。失礼だね。で、上がってきて、その、どう変わるのかっていうののまずスタート地点なんだね。あ、スタート地点として。じゃあ、そろそろ家建てるシフトに入ってんのかな？実は結構前から土地は調査してて、で、税金が上がるタイミングとかもあった、消費税が上がるとか、そのタイミングの前後とかもなんか見計らって、税理士さんとかに相談して、
どこが一番得かっていう。え、土地を相談してんの税理士に。いや、買うタイミングが、うん、税金上がる。え、でもさ、そうかもね。お前もしかして結婚してんじゃねえの。もうだ、なんかいないご新聞持ってんの、その、王の家が実は家してるっていう。数年前に、家してる。ケイして、ケイも二人いるって。大野家は家庭に憧れが多分あるのよ。ああ。すごく。もうね、決めたらいいのにね、うん、あれはどうなってんのよ。それこそ、そろそろ時間だけど、大野家のあの、うんうん、あの、猫カフェだっけ？ドッグカフェか。ああ。お前なんか持ってない？そのゴシップ。あのドッグカフェ、後になってから、どっちどうなってるか。どうなってるか？うん、今。ああ。それで締めようよ。カススポ？うん。あ、まあね、ちょこちょこはどうやら大野K は、うん、コンタクト取ってるらしいのよ。うん、だ前回ラジオで話したのが、うん、その年度末ね。はいはい。行ってその襲われたみたいな。はいはい。話を大野K はね、うん、なんか、嬉しそうにしてましたけども。うん、まあ、私も聞きましたけどね。うんうん、どうやらそっからもちょこちょこ、うん、あったりしてるらしくて、うん、どうやらその、ケマルちゃんだよね。いわゆるね。このラジオで、ね。ビッグカフェの、うん。ケマルちゃんが、うん、ちょっとその、ワイビアを欲しいみたいなね。うんうんうん、ワイビアを買ってほしいみたいなことは、なんかちょっと匂わされてるらしいね。うんうんうん。うん、どうやら、大野系は。大野系。で、大野系は、どういうことなんだろうっていう、ふうにいろいろなんかこの、思案してるらしいよ、どうやら。おうおうおう、うん。って言ってたよ。ってことは、買ったらもう付き合うってことになるからってこと。そうだね。あ、それを思案してるんだ。思案してるらしい、大野系は。それで、今回以上と。ありがとうございました。いろんなご紹介できましたけど、思案してるで終わります。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。男の料理、毎日発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです。先週春日さん不在ではありますが、私が決めさせていただきました、うん。今日の料理は何でしょうか。戦場へ向かう軍艦巻き。はい、ということでございます。ラジオネーム琴の侍。シャリが火薬ご飯になっている。戦場へ向かう ね、うまいですね。うん、ラジオネーム琴の侍。海苔ではなくキャタピラで巻いてある。なるほどね。これもなかなか琴の侍がうまいのは続きますけれどもね。うん、続きまして、うん、ラジオネーム宇宙を大切に。日米の首脳がこの軍艦巻きでチェスをしているという風刺画が昭和の民衆の間で話題となった。ありそう。あの顔が怖い風刺がね。そうそうそう。さあ続きまして、ラジオネームデレクジーカ。戦場へ向かう軍艦巻き。アマゾンでこの料理を購入すると、この商品を買った人はこんな商品も買っていますと、テレンス・リーの本をおすすめされる。ああ、なるほどね。ありそうですよね。うん、ラジオネームいぶし銀太郎。戦場へ向かう軍艦巻き。軍物好きな所ジョージさんの MA1 には背中いっぱいにこの軍艦巻きの刺繍が入っている。なるへそ、オリジナルのやつね。うん、自分でね頼んでいる。ラジオネームいぶし銀太郎。戦場へ向かう軍艦巻き。食べると感傷的な気分になる。戦地だから。来てますね。うまいのが多かったですけど、今回はですね、うん。ラジオネームポストカードクラフトスマン。戦場へ向かう軍艦巻き。この料理の難しさを表す言葉として、のり巻き3年、握り10年、敬礼一生がある。最後綺麗にね、敬礼をしなきゃいけないということで、うん。さあ、ということで、この中から一番この料理らしいものを選んでください。うん。そうでございますね。
これいこうかな。はい。テネスリーの本をおすすめされる。ラジオネームデレクジーカ。デレクジーカおめでとうございます。今月のプレゼント商品はこちらでございます。こだわりの鶏めし。本和風若鶏竜田揚げ。仙台味噌カツ。お弁当に行く！ミニオムレツの4種類が入っています。さて、来週ですが、竹田リーの山口、通称竹山からメールが来てます。先週ゴルフの話をしていましたが、ゴルフの醍醐味はバンカーショットで大量の砂を天空に舞い上げ、その舞い上げた砂が竜の形になるから。候補。敵意剥き出しのマグロの釜焼き。熊をも縛り上げるほどの糸を持つ納豆。ネタミソネミートスパゲッティ。団地妻の動向を見すぎたゆえのおこげ。これ男なのかこれ。普通に焦がしてるだけじゃないこれ。不注意して。この中から何を、春日さん。そうだなぁ。じゃあこれにしましょうかね。熊をも縛り上げるほどの糸を持つ納豆。はい、ということで、どういう料理か、どういう食べ方か、どういううんちくがあるのか書いてきてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、男の料理の係まで。日例の冷凍食品をお送りするので、住所本の年齢を忘れなくお願いします。オードリーのオールナイトニッポン。日例プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日例、日本公認会計士協会、電話王、クレ工業、以上各社の協賛で東京中大学有楽町の日本放送ケアステーションに全国36局なお送り。ということで、うん、まあ今回は春日さん凱旋帰国スペシャルということでね、大好きなタメ、呼んで疲れを癒してもらいましたけれども、今日はいいタメじゃなかったね。うん、全然もっとさタメスポ良くなかった。良くなかったね。発行部数もだいぶ落ちるんじゃないか。あ、そうですか。これは信頼を失ったよ。もっともっと聞きたい話が違かった。違かったよ。どこの女優さんがすげえエロいとかさ、どこの俳優さんとがすげえ遊んでるとかさ、そういうの欲しかったわけ。なるほどね。そういうの欲してたのよ。そのためにちょっと頑張ったみたいなのあるからね、イタリアで。なるほどね。それがさ、王の刑の話がどうだっていいんだよ。王の刑が指輪をせびられてるとかさ。いや、それはお前が知る。どうでもいいんだよ、そんなものは。あ、そう。なんか結構長い。だってもう死んでもやんねんじゃねえ、もうないぐらい喋ってよ。いや、そう。で、結構タメは、その自分で今日のために足で稼ごうと思って、いろんな若手芸人に自分で会いに行って、全く情報が出ないんですって。足で稼いでも稼いでも全然足取りがつかめないんですで、まあ先ほどね、あいつ全然面白くないですねつって言ってました。誰が？タメが。ちょっと今のはその完全再現。完全再現。おいおい、タメ頼むぜちょっと変わってくるねあいつ全然面白くねえ、かーい、札だな。やりがいがないです、情報屋として。面白くないっていうのはお笑いのことじゃなくて、ああ燃えないってことね。そうそう、その、うん、そのなんだろう、ため、その記者魂とかゴシップ魂に。記者じゃないんだけどあいつも。そっかそっか。そうらしいんですよ。じゃあなんかその燃えるような面白いネタを提供しなきゃいけないからね。だからやっぱ土地を探してるっていうことで、もう俺はもう多分隠し子がいるぐらいのゴシップ出てくんじゃねえかなってヒヤヒヤしてましたよ。ヒヤヒヤしてましたけどね。そういうの出たらまあ面白いんだろうけどね。ああ。足で稼いだ会話あるんだろうけど。でも指輪をせびられてるってことはさ、向こうはもうはっきりしてほしいんだろうな。付き合うかどうか。そうだろうな。それをだから指定されてるの、指輪の、デザイン、なんでそのものは。それは別に指定されてないけど、何でもいいから欲しいって言ってんの。だからまあ近々見に行ったりするかもわからんし。あ、そう。王の刑もね。
あ、そう、うん、それだってさ、分かんないじゃん、うんうん、ねえ、私が何か渡すっていうわけにいかないでしょ、うん、どんなもんがいいかとかも分からんしさ、私がっていうか、大野系が、うん、そうですよね、そうね、だからその辺はあんまり詳しく聞かないようにしてる。でも今日一番のゴシップ、あの今日一番その大野圭のゴシップは、うん、大野圭の口から聞いたっていうのがなんかちょっとやっぱ驚きですよね。いやちょっと待って、そう言っちゃったらさ、いやそう言っちゃったら全部つながっちゃうじゃない。そう、確かにね。今つながやめなさいよ。いや、うん、どう、俺は、うん、だけど、うん、俺はだよ、うん、お前だと思う。俺はそれはさ、ファンタジーにしようよ。そこはできるわけねえだろ。そこ言っちゃったらどっちだけじゃない。ね、もうファンタジーに行けば行くほどドキュメンタリーが立っちゃう。むしろ大野圭は指輪を背びられ土地を探してんのよ。これは紛れもないのよね。そして60打数10安打なのね。ね、いやでも分かんないよ。何本人が嘘ついてない限りは本当って話だから。で、どうなんですか、嘘なんですか。本当です。じゃあ本当じゃねえか。ということで、オードリー若林でした。おやすみ、フィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。